録音テーマ、湯川浩司選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お子様がサインをね書いてというふうに言ってくれましたが、もうちょっと過ぎましたが、夏休みとかこの夏は謳歌しましたか？はい、もう夏は遊ぶの好きなんで、はいはい、一発出ました。日焼けしてらっしゃるような感じが。あ、これは自転車乗りました。はい、あ、自転車、はい、あ、体鍛えることも。はい、そうです。はい、ね、本当気力がみなぎっておりますが、モーターの気力はどうか。エンジンはなんかいいみたいなんですけど、足は普通でした。はい、残念ながら。はい、つまり素質はあるモーターだよと。いや、それ知らないですけどね。なんかそういうふうに言われたんで。言われた。はい。はい、でもそれは昨日の時点ではあまり感じなかった。何も感じませんでした。はい、何も感じ。何とかしましょう。はい。はい、どういう調整を今考えてますか。まあちょっとプロペラ中心の生活になりそうですね。はい。あ、そういう生活に。はい。はい、ただ宿舎帰ってもそういう生活はできませんのでね。はい。はい。英気を養うと思いますが、コースどうでしょうか。あ、もう6コースから。6コースから。はい。はい、5号艇動いても、あ、もう6コースから。6コースから、はい、はい。スタート感は、だいぶ関東の誤差はあまりないので、いけると思いますけど、はい、関東の誤差はないということは非常にこれはね楽しみです。さあ、それではファンの皆様に一言。そうですね、6号艇ですけどね、船券に絡めるように頑張ります。お祈りをお願いします。6号艇は湯川浩司選手です。ありがとうございます。